こんにちは、こんばんは。ゲーム動画のイコーです。ウィーニングポスト92021ライブ配信始めていこうと思います。今回の配信、Twitch でお送りしております。Twitch アカウントフォロー、チャットコメント、今後ともライブ視聴をお願いいたします。Twitch ライブウォッチ&アカウントフォロー&チャットコメントプリーズ。この動画のアーカイブは2日後、8月3日21時頃にプレミア公開で YouTube にアップロードいたします。YouTube のチャンネルはですね、Twitch のチャット欄に記載してますので、ぜひアクセスしてください。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。This Live アーカイブ、My YouTube チャンネルアップロード2 days after My YouTube チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ、旧 Twitter である X のアカウントも持っております。こちらも Twitch のチャット欄にアドレス記載してますので、ぜひアクセスしてください。アカウントフォロー、ツイート、リツイート、そして、ツイートへのいいねお願いします。ツイッター X アクセスプリーズ。ツイッター X マイアカウントフォロー&ツイート リツイート&グッドボタンプリーズ。はい、では始めていきましょう。今回2008年に本格的突入です。2008年1月3週からですね。今3つか、虹が3つ、金札が13なので、この13あるってことは虹を5つにできます。4人ごめんなさい 4人が買ってますね。友人は良かった良かった。まあそれはともかく、そんな感じで、じゃあ早速レースに行ってみますか。香港スチュワーズカップ天のアミーゴ、一番人気です。ちょっとあまり元気ないかもしれないですね。まあ休もうと思ったんですが、やっぱり、ウィーポはどんどん進めたいということで、今回、やれるとこまでやってみようと思います。まあ132ダントツトップですよ。勝てるでしょう。レースです。シャティン競馬場 G1 香港スチュワーズカップ芝 1600m をマイル戦です。こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った綺麗なスタート。さあ果たして何が行くでしょうか。天のアミーゴ前に行きそうです。ノベルアルキー、それに続いています。先頭に戻りましょう。マザーキャプテン先手を取りました。その外にウィンクルカルタ、ピンクの帽子ノベルアルキー、その後ろトラディションフォール、そのうちに続いています。内からはイズイットビクター、サルトリートリーズン、それに続きます。その隣にマイクロガバナー、天のアミーゴこの位置です。内からはスキップニスカシミリア、これに続くのがジェットスキーアルキー、並んで5番リズミカルディード、その横にスティプレイトブレイズ。
ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。この辺りで先頭が変わりました。イズイットビクター。2番手はウィンクルカルタ、間を挟んでノベルアルキー。3番手、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日本と世界、意地のぶつかり合い。確かにアミーゴ最後の追い比べ、先頭はウィンクルカルタ、外からアマノアミーゴ。さあ先頭に立ったのはアマノアミーゴ、残り 200m を通過して、うん、抜け出しましたね。先頭2番手はウィンクルカルタ、アマノアミーゴ勝ちました。今ゴール段違いの強さです。2着はウィンクルカルタ、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。アマノアミーゴ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。次は7連勝ユノです。ザールシーキングザパール、いいえ、センテナリースプリングカップキンシャサの奇跡、一番人気。140、120以上馬がありませんから、もう力差断然というとこですね。レース行きましょう。シャテン競馬場 G1 センテナリースプリントカップ、芝 1200m の電撃戦です。こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬まずまずのスタート。さあ先行争い、インスタントエプトーブ前に行きそうです。アブソルートチャンピオン、それに続いています。さらにはチック&フォルテ、連勝中のウルトラファンタジー、その後ろ先手を取ったのはチック&フォルテ、内からはインザネーションズ、赤の帽子ウィッシングソングライン、その後ろすぐ後ろにチガクロバーサイド、その外からアルポイズクアップ、金車差の奇跡、後ろからになりましたフェルサリーゲイル、そのうちに上がってきましたね。金車差の奇跡、直線コースに入りました。もう先頭に両方入れた。ここで先頭に立った金車差の奇跡、差が広がる広がる、あとは引き離すのみです。必死に追います。この差は果たして縮まるか。強いな金車差の奇跡、ぶっちぎっちゃったよ。独走金車差の奇跡、ぶっちぎりです。2着はテスタスーパースター、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。金車差の奇跡、まさしく日本が世界に誇れる馬です。勝ちました。センテナリースプリングとカップ金車差の奇跡、大差です。連覇です。はい、強かったですね。国内戻ってまいります。さあ天野キャンキャンです。なんてノーザンループスか、2番人気ですね、ノーザンループス。ただ天野キャンキャンがグリグリ、オートレサファリダイジェスト、京都一勝クラス、京都3歳一勝クラスですね、ダート 1800m です。さあいよいよもう先頭に両取り出てます。先頭後続との差は3馬身以上、
このリードを保てるか。残り 200m を通過して一気にオーザンループ差が詰まる、差が詰まる、危ない。なんとか勝ちましたが不安の残る結果でした。見事一番人気に応えました。いいえ、あ、調教師紹介してもらいましたね。日経新秀杯クラブはアドマイヤモナークが一番人気、他クラブは浅草キングスも登場です。今は取る天野一郎、天野論負けですね。一番人気がのマイヤ富士ということで、ダイジェストいきましょう。京都 G2 日経新春杯芝 2400m です。さあいよいよ直線の攻防。アドマイヤメイン先頭、外から巻き畑サイボーグ、巻き畑サイボーグ先頭。残り 200m を通過して先頭は変わってエリモスカイ。さあごちゃついてます。あ、中割ってきた。粘るアドマイヤモナーク、わずかにアドマイヤモナーク体勢有利。写真にはならず、アドマイヤモナークがしっかり勝利を取りました。人気応えましたね。さあ、ダイワスカーレットがなんと日経愛知杯へ。ありえないですね。なんで G1 勝ちまくってる馬が、ここに出ないといけないんだ。組騎手を乗せております。まあ、負けないでしょう。ダイジェスト中京 G3 愛知杯芝 2000m です。4コーナーをカーブして、もう持ったまんまです。まあ、またがっとけば勝てますからね。サンセットスマイル必死に追います。こんな感じで、この差は果たして縮まるか。残り 200m、 後続は大きく離れました。2番手はサンセットスマイル、ダイワスカーレット独走、ダイワスカーレットぶっちぎりです。2着はサンセットスマイル。なんで愛知杯なんだって思いますね。ダイワスカーレット、まあ、あの G1 発勝して切り札確定してるからできる系統ですね。58キロではありますが、さあ結構出ますね。川崎記念も出たり、多頭出しが多い。西田さん、奇跡、ライバル関係成立。お、天城さんだ。99あります。全部持ってけ。え、これ行こう。さあ、月末なので、ローテ決定です。若い門中からいきましょう。天の椿、天の椿は自分は一生してるのか。阪神ジブライフィーズを取ってるわけですね。で、そしてキャンキャンはしっかり勝ってくれました。まあしゃあないですね。オープン特別ヒヤシンスステークスを目指します。エネループもお前もか、支配って誰もいないような気がする。
っぱかぶりますからね。フェイトもいよいよ来月ゲームです。デビューです。そういえば、フェイトグランドオーダーのイベントやったみたいですね。年に一度のやっぱり、すごいな、やっぱり、成功してるソシャゲって。ゲド戦記は、まあ、ここ勝ったので、まずパームビーチで、しっかりあの勝てるかどうかをあの 見計らって海外 G1 をだよな。でそれからいずれは海外を中心に活躍させたいところです。オーケンブルースリーだ。ん？ちょっと待って、やばいんじゃないのこれ。まあでも休ませましょう。わあ調子いいですね。小泉は8勝、ついに G1 8勝あげましたんでね。さあ次は金庫賞です。金庫賞でいいでしょう。久米騎士を育てていきます。もっと早く育てりゃよかったかな。ハウルはまだ2勝なので、しっかり勝っていきたいところです。投資遅めですね。ハウルは疲労は上がりますが、で iPod です。いやま、あしまった。いやー休ませちゃダメだよな、 iPod を。ちょっと調子落ちてますね。一周放牧させます。で次が金庫賞になってんだけど、こんなん出しちゃダメだよな。16の2700、まあ当然3月を2週からしか出せませんが、さくらがすでにいんのか。ここ行ってみましょう。間違えた。想定内が着打、ついに G2 枚取れたんで、やっぱり目安は G1 ですよね。精神力がまだ低いので、この辺の強化を今測っている途中です。ノートレは1勝でも、1勝はジャパンダートダービーなんで 0.5 勝相当しかないんですよね。ジュピター3勝か。寿命持つかな、不安だな。セカチュウはこれリーチだっけ。
どうかな、リーチなのかな。あ、リーチかも。地方がな、地方住所がないんで、これ取ったら多分いけると思います。アテネはもう厳しいな。一周放牧させましょう。ちょっと調子悪いな、悪いんだけど、放牧させなかったよな。まあマツケンもどうなんでしょうね。遅めだからな、今年いっぱいだもんな。かに花大阪杯って言ってますが、まあ14勝だからな。あ、ダートもいけるんだ。金引きりが出てる。専用は。ゼニアタがここに出てるのか。ジュベルアッタ、調子は上がってますが、たまちゃんが遅めか。これたまちゃん今年いっぱいかな。うん、一周放牧、いや二周でもいいかも。シャメールが、うん、海外人は住所を取れるように期待に行きますが、まあシャメルも年だからな、厳しいだろうな。一周候補の一角、黒三角。ネバブション来たか。瞳閉じてが本命し、まず勝っていくことが近道ですからね。海外育成力上げることが。ペガサスワールドカップ、天の冬ソナ一番人気116、厳しいかもな。カーリンが強い。アインシュタインプレミアムタップ、レース行きましょう。ガルムストリームパーク競馬場 G1 ペガサスワールドカップダート 1800m です。ここアメリカのガルフストリームパーク競馬場に全米を代表する砂のチャンピオンホースたちが集結しました。今年最初の世界が注目する G1 ペガサスワールドカップ間もなく発走です。スタートしました。ローオール、これは好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してローオール花に立ちます。その後ろからはアインシュタイン、この馬も上がっていく構えです。さらにはジンジャーパンチ、3番アルキオーネブラッシュ、その後ろジンジャーパンチ先手を取りました。これに続くのがプレミアムタップ。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過、好位置をキープしています。天の冬ソナ、すぐ後ろにアルーリングブロンド、スリーピングウィステリア、そのうちに続いています。並んで5号ミネソタユニーク、内からはカーリン、
その後ろからはマリーノジャネット、最後方にベンチュラ、各馬砂煙を上げてかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。栗色の馬体ジンジャーパンチ、依然として先頭、緑の帽子ローオール、その後ろ、そして大きく離れてアルーリングブロンド、この位置です。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭は依然として7番ジンジャーパンチ、ここで先頭が入れ替わりました。ローオール、ジンジャーパンチ、2番手に控えました。間を挟んでアインシュタイン、3番手アマノフェユソナ、いい位置です。さあここからどうか。直線が短い。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残り 200m を通過して、やっぱり強いな。さらに突き放します。2番手はアマノフェユソナ、カーリン、強い。なんとか2着は圧勝ゴールかな。2着はアマノフェユソナ、3着にアインシュタイン、勝ったのはカーリン、見事な勝利です。やっぱカーリン強かったですね。甘くなかった。ペガサスワールド、カップターフ、アマノブログ、お、2番人気だ。1番人気はフォアシチューデントとなっておりますが、まあ1 ポイント差でそんなに差はないとこです。さあこれ先方変えられます。前結構止まらないんじゃないかな。差しに変更してみましょう。レースです。ガルフストリームパーク競馬場 G1 ペガサスワールドカップターフ、芝 1900m です。ダートの本場アメリカで行われる芝の G1 レースです。世界中から集まったターフのチャンピオンの頂点に輝くのは果たしてどの馬か。ペガサスワールドカップターフ、まもなく発走です。スタートしました。アルセアゲッター、スタートはいいね。スタートを切りました。オートシップルーレット、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出したのはアルセアゲッター、さらにはジュークボックスディレクター、11番スキップオプアート、その後ろ先手を取ったのはアルセアゲッター、これに続いてパンサリングパーク、その後ろからはキングズドラマ、この辺りで各馬第1コーナーにかかります。後ろから3頭目ぐらい。ューデント、その後ろウォーターウェイキネマ、この馬もこのグループアマノブログ、後ろからになりました。内からはシングインフォメーション、その隣にシンフォニーマルグレーテ、しんがりからチクアンドフライヤー、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度5番アルセアゲッター、依然として先頭、2馬身から3馬身のリード、少し開いてジュークボックスディレクター、これに続くのがコートシップルーレット、並んで11番スキップオプアート、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。先頭は依然としてアルセアゲッター、2番手はジュークボックスディレクター、どこから上がってくるのか。3番手大外から緑の帽子アマノブログ、伸びてきた。早い目の仕掛けになりましたね。ブログ、さあ先頭はアルセアゲッター。さあ4コーナーもう外ね、先頭に踊り出ようとするが、日米王者の争いだ。誰だあれ。抜けた。2番手はアンサリングパーク、抜けた、勝ちました。1着、2着はアンサリングパーク、3着にキングズドラマ、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。アマノブログ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。勝ってくれました、G1 の勝利を積み重ねましたね。3つ目になります。お、しかも待望の海外遠征、得るものは大きかった。そして川崎記念2頭ですね。1番人気アマノカチタイヤ、2番人気アマノノートレーネ、カチタイヤが上回っております。さあノートレは先方を変えられます。サシウマがいないんだな、このレース。ではレースいきましょう。川崎競馬場 JPN1 川崎記念ダート 2100m、川崎の冬の、G1 戦です。こちら川崎競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。バチカネカンディア、好スタート。アマノカチタイヤ、この馬も好スタートを切りました。予想通りアマノカチタイヤ先頭か。続いてバチカネカンディア、先手を取ったのはトエレトレジャー、内からはエアコブラスモーク、
さあバックストレートからスタートしている小回りコースです。12番ガラリアルト、内からはシーチャリオット、赤の帽子ダディコントレイル、その後ろすぐ隣にシネママックス、少し開いてとごめんなさい。第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。後ろからの競馬になりました。アマノノウトで鞍上の手はどのあたりで動くんでしょうか。メイプルエイト、すぐ後ろその隣にパンパサンド、各馬砂煙を上げてかけていきます。このあたりで各馬第1コーナーにかかります。もう一度先頭から G1 馬アマノカチタイニャ、一気に先頭に立ちました。マチカネカンディア、この馬もこのグループ大きく離れました。モエレトレジャー、シネママックス、それに続いています。並んで8番エアコブラサモーク、すぐ後ろにカプターバーター、並んで14番ターキッシュシピール、その横にシーチャリオット、これに続いてメイプルエイト、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあちょっと突き放してますね。さらにリードを広げます。2番手はマチカネカンディア、短い直線に入って後続は届くかどうか。天の勝ちタイヤ先頭、これはちぎれた。マチカネカンディア必死に追います。この差は果たして縮まるか。2番手は天のウトレ、これノートレ来たけど遠かないでしょうね。今ゴールイン、段違いの強さです。2着は天のウトレ、3着にアンパサンド、やはり中央の馬が強かった。勝ったのは天の勝ちタイヤ、チタイヤが勝ちました。お、キザレベルアップ。ノートレは残念2着、飛行間距離また微妙なものを手に入れてしまった。刀春日が東証の人か、一番人気グリグリ、まあ、勝てるでしょこれなら。アラブ、ダイジェスト、中京一生クラス、3歳一生クラス、箱べら賞だと 1400m です。さあ直線に入りました。持ったまんま、これからの勝負。片野春日先頭、差が広がる広がる。ロールオブザダイス必死に追います。この差は果たして縮まるか。残り 200m を通過して、これは強い。2番手はロールオブザダイス、口ですね。圧倒的な強さを見せました。2着はロールオブザダイス、3着に指きたす、これは桁外れの強さだ。片野春日、はい、紹介はしてくれなかったか。山の瞳閉じては一番人気です。ブルーコンコルドとの競争になりそうですね。本州方面はブルーコンコルドに奪われました。フリ要素もいるのか。フリ要素ワイルドワンダーとなりますね。では行きましょう。ダイジェスト、中京 G2 東海テレビ杯東海ステークスだと 1800m です。4コーナーをカーブして、さあ先頭に躍り出たが、瞳閉じて先頭、1馬身から2馬身のリード。ブルーコンコルド足色は十分、前に迫る。どうだ、残り 200m、 天の瞳閉じて、なんとか、ね、前は粘ってるが、天の瞳閉じて、さあ詰まりませんでした。天の瞳閉じて1着でゴール、2着にはどうやらフリオーソ、3着にブルーコンコルド、天の瞳閉じて見事な勝利です。引き離しはできなかったけれども、しぶとい競馬を見せてくれました。東海ステークス勝利。ローカル鉄砲スタートは、スタートだけは意味がある。若竹賞、天の線の風、お、あなたはスノー足毛好きさんじゃないですか。ウィンドショア、
千の風一番人気。あなたはお墓の中で死なないでください。死なないでじゃないよ、あなたのお墓の中に何だったっけ。書かないでくださいだっけな、まあ、そんなことはどうでもいいんですが、展開上前に行く馬が少ないんでチャンスですね。ダイジェスト、中山一生クラス若竹賞、芝 1800m です。3歳限定。4コーナーをカーブして、さあこれからです。天の線の風先頭、残り 200m を通過して、天の線の風後続を大きく引き離しました。さあ詰まってきたが、これは勝せない。勝ちました。1着でゴーリー、2着はピスシャイン、3着に桜ペタード。これは桁外れの強さだ。天の線の風一生クラスを突破です。トップクラスってどうなんだろう。 A かな。AJCC です。刀当てと天の想定内刀当てが一番人気。まあ想定内はどうしてもな、自在だからな。さあ想定内は先方変えられます。前へ行ってみましょう。ダイジェスト、中山 G2 アメリカジョッキークラズクラブカップ芝 2200m です。さあいよいよ直線の攻防、凱旋キライダー先頭、あと 200m キライダー頑張ってるが、しかしアテネが一気に撫で切った。勝ちました。アドマイヤキスを吸い足は怖いな。前線マンだよな、まあ、塵も積もや山となるというのはありますが、いろいろ売ったお金が入ってきました。ん？種付け料？なんで種付け料収入になってんだ？なんか種付けをするような場所、国があるってことなんでしょうかね。資質でも種付け量あるやん。なんで？なんか種付けを含まれてるものがあるってことなんでしょうか。健康症状勧めをいただきました。じゃあ早速使ってみますか。知人だっけ。あ、ヨークだけなんや。さあフェブラリーステークスへ向けて勝ちタイヤが進行していきます。どうなんだろうな、まあ一周放牧するとさせた方がいいのかもしれない。っていうか健康が本当ダメなんですよね。しかも任せてって言われちゃってるから健康がなかなか上がらない。
さあ今週ですね、今週じゃない、うん、柔軟性がちょっと低いな。調教方針ですが、ちょっと距離適正をそろそろ鍛えていきたいと思います。これマイルあたりまで走れればいいんだけどな。うん、来週ですね。まだ G1 取ってませんが、フィソナも行くのか。この辺は仕方ないですけどね。惜しかった、フィソナは。5勝か。でも、ここ出て勝てるとは思わないんだよね。あと、疲労が結構でかい。しっかり勝てる競争を中心に出ていきたいですね。ん？あれ？さくらってこれ芝馬じゃないの？ちょっとこれは出すレースをさくら間違ってます。こいつが出さないとダメです。こっちは回避。で、さくらはレースを変えないとダメです。距離は長い方がいいのか。こっちはダートだ。こっちもダートだから。こっち？これかな？ブログがいるんだ。じゃあ、ここか。竹鷹もいますが、まあ、C 機種ので行きましょう。タイヤかぶってんな、ジョッキーが。2月4週でかぶってんのか。まあそれなら C 機種で乗せていきましょう。あとノートレが竹豊が乗るんだけど、で主戦ジョッキーは、え、なんで竹豊乗るんだ？エビナでいいのに。エビナ被ってないよな。ということで、これで、さくらのレースが変わりました。そんな調子悪いな、なんか。まあ、早く勝ちに行きたいですね、冬ソナは。セカチュウはこれリーチ？いや、リーチじゃないかもしれない。でも地方取ってないからリーチだろうな。
あ、何に出すかですね。まあね、日経賞でしょうね。距離が持てばね、春天とか出してもいいんだけど。じゃあと一生か。ああ、京都記念で出してる場合じゃないよな。次のレースを考えないといけない。プロがいるから。ここかな。で、武豊かだな。アミーゴが、あ、金飛車って出るんだっけ？出ない。だからアミーゴに任せて、アミーゴも7勝でリーチかかってるんで、ここはアミーゴに高松宮記念行かせます。ノートで厳しいと思うけどな、これ取りに行くのは。フェブラリーはやめとくか。距離は戦後の2100。ここに行きましょう。なかなかね、勝負弱いよな。7920万なんで。あ、覚醒なんだ。じゃあまだまだ走れるんで。G3 に落としましょう。で、どんどん、まあ、落葉でもいいぐらいなんだよな。ここも出ていいと思う。え、重賞まあ取ってないのかな？いや、ニュージーランドトロフィー取ってるかな。このまま出すとローテが危ういよな。阪急杯出してみるか。ちょっと疲れが心配なんで一周放牧しときましょう。出してほしいですね。小泉は8勝も挙げております。ゼニアッター何勝？まだ4勝なんだ。まあ確実に勝てるレースを取りたいとこです。ハウルがまだ2勝。スワトハルコはフロリアダービーへ。さ、2歳ダート王になりましたからね。重賞初制覇を目指します。
あ、ヒヤシンス出るんだ。で、椿は？椿じゃない。キャンキャンは？でも出すレースないもんな。やっぱりダブルのは仕方ないとこですね。でフェイトが間もなくデビューってとこですね。これ5人が買ってくれてます。ではスタート。クロッカスステークスか。クラブ馬ばっかりだな。ダノン55が一番人気か。ダイジェスト東京オープン3歳オープン特別クロカスステークス芝 1400m です。4コーナーカーブから直線コースに向きました。丸仏イースター先頭、外から勢いよくエイシンフォワード。ここで先頭はエイシンフォワード、前に迫るロスホーク犬。あと 200m 先頭はエイシンフォワード、内から一気に差を詰めるダノン55。ダノン55かわす。2番手はエイシンフォワード、ダノン551着、2着はエイシンフォワード、3着にロスホーク犬。1番人気に応えましたダノン55、見事です。4着5着シラフジステークスです。凱旋わさびドア2番人気、サーチコンコールド天のボタン。ダイジェスト、東京オープン特別シラフジステークス芝 2000m です。さあ直線に入りました。これからの勝負、凱旋わさびドラ先頭、2馬身ほどのリード。しかし後続の手応えもいい。エイシンデピティ手応えは悪くありません。前を捉えられるか。残り 200m を通過して、先頭は変わってエイシンデピティ、2番手はギャリオンフレイヤ、エイシンデピティ1着、エイシンデピティ完勝。2着はギャリオンフレイヤ、これは桁外れの強さだ。エイシンデピティ凱旋わさびドア、なんとか掲示板。そしてシルクロードステークス、まあ、これは飛ばしていく。3頭だけですね。海外、片野松犬が、出てまいります。ちょっと調子が心配ですね。そして、片野フェイト、ついにデビューいたします。血統は天野一郎と天野ロンバケの天野三区ですね。すごいな、スピード系とかたくさんついてるね。霊彩とか。
楽しみですね。そして木詐欺師王権ブルース3、抽選にはなりますが、抽選通ったら重賞初制覇を目指します。お、初音ミク、腰に甘い。なるほど、販路は効果が大。賢さ向上、あと5周。ああ、かぶってんのか。3だけどな、まあ、C 機種に任せましょう。一方、刀張る日は冷やし水出ますが、これはちょっと武豊は我慢して、あれ、横の湯もダブるんだ、うん、岩田騎手。ポット金引きにか。C 候補の一角、黒三角までだな。ネクスト。ブラックキャビアライトニング、肩の松剣登場です。攻めと直線3番人気、ちょっと厳しいんじゃないかな。ダイジェスト、フレミントン競馬場 G1ブラックキャビアライトニング、芝に 1000m 直線競馬です。先頭に戻りましょう。モナシアビーチ先手を取りました。ベンバウン、それに続きます。残りあと 400m 長い直線。さあ、どこまで上がってこれるか。ベンバウン、残り 200m、 伸びが足りないよな。先頭は今度はアタッチカット、2番手はベンバウン、アタッチカット先頭だ、アタッチカット。なんとか掲示板には乗ったっていうとこか。2着はベンバウン、3着にマルシャンドール、勝ったのはアタッチカット、見事な勝利です。ちょっとマツケンは無理ですね、もう。さあ、肩のフェイトデビューです。1番人気 1.8 倍。三浦康生騎手が乗ります。ダイジェスト、京都三歳新馬戦、ダート 1800m、 肩のフェイトメイクデビューです。4コーナーをカーブして、さあ一気に肩のフェイト先頭、残り 200m を通過して、先頭は依然として肩のフェイト、2番手はダラーイレブン、これは強い。肩のフェイト抜け出しました。肩のフェイト強い強い。肩のフェイト圧勝ゴールイン。2着はダラーイレブン、3着に桜グランドネス、これは桁外れの強さだ。肩のフェイト、初勝利って
まあいいでしょう。さあグラビアアイドルにと知り合ってもらいましょう。お、鬼月さん、気のせいでしょう。今後力士をですね、4番人気か、ちょっと厳しいかな。スパホネット、まあ逃げ位置なんで大外枠は不利ですけど、粘り込んでくれることを期待します。さあ、東京 G3 東京新聞杯芝 1600m です。4コーナーカーブから直線コースに向きました。混合力士を先頭、前に迫るアルキーバラッド、混合力士を先頭、しかしその差はわずか、近づく抜け出す。残り 200m を、さあ内からこらえている。このまま振り切れるか、振り切れない。バラッド抜けた、マルカシェンク差し切った。マルカシェンクか。1着2着は微妙です。見事に勝ちましたマルカシェンク。混合力士は3着。キサーギ賞です。さあ、オーケンブルースリーに、車代登場、アルズギャレット。さあ、キャプテン2、オーケンブルースリー、全然人気ない。クラブはですね、キャプテン2では。アルズギャレットは全然人気ないな。キャプテントゥーレ、リボナックル、さあ先行策で行ってみるか。ダイジェスト、京都3歳 G3 キサラゲ賞かっこ NHK 賞芝 1800m、 お、行ってみましょう。さあ直線に入りました。これからの勝負、キャプテントゥーレ先頭、1馬身から2馬身引き離す。オーケンブルースリー懸命に追いすがります。ちょっと厳しいな。オーケンブルースリー通過して、キャプテントゥーレ先頭、外から一気にレオマイスター、キャプテントゥーレ先頭だ。キャプテントゥーレ、キャプテントゥーレ1着2着はレオマイスター、見事に勝ちました。キャプテントゥーレメジロスウォード敗れました。これは掲示板までです。オーケンブルースリーは人気通りの10着か。精神面ひ弱を言われてしまいましたね。さあ2月を3週となりました。海外が1頭ですか。ジュピター頑張ってもらいましょう。さあまずはオーケンブルースリーをどうするか。若葉ステークスか。まあ勝たないと意味ないですからね。うん。で、マツケンはちょっとしんどいな。これは2周放牧で大阪杯はないな。1000から2000。ダービー卿ですね。そしてフェイトは勝ったはいいけど、そこまで飛び抜けて強い印象はなかった。
最上位ですね、ジュピター勝ってほしい。まあ G1 3勝だからな。小泉、アイボット小泉、天の椿、ドモナラーズっていう馬がいますね。どんな馬だ。型のフェイト、噂は本物だった、本当だった、かなり津大、あ、すごい、血統評価もレース評価も5ですね。あ、しまった。香港ゴールドカップ、天のジュピター1番人気。でも絶対的なあの強さはないです。抜けてはいない。まあ、勝ってくれると嬉しいがっていうとこでしょうね。レース行きましょう。シャティン競馬場 G1 香港ゴールドカップ芝 2000m です。こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。イクスプロードソート、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくイクスプロードソート行きました。続いて前へ行くのはサンフォードベイビーでは、前の方から先手を取ったのはウィンクルカルタ、これに続くのがシックアンドフォルテ。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。並んで11番サンフォードベイビー、その外からイクスプロードソート、その隣にノースランディング、少し離れてクウェイカートゥース、続いています。好位置をキープしています。天のジュピター、青の帽子、チーズブレイブ、その後ろトリガーフロジスト、そのうちに続いています。その外にブルーブアファー、並んで14番オフィスハーバート、リズミカルディード、それに続いています。キングオブアライル、それに続きます。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。しんがりからダブルブローク、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。好位つけてますね。先頭に変わりました。イクスプロードソート、さらにリードを広げました。2番手はノースランディング、間を挟んでチーフズブレイブ、3番手イクスプロードソート、いい上がり方。外から天のジュピター、さあ先頭に立ったのは、さあ持ったまんまだが後ろからも来ているぞ。ここが踏ん張りどころ、外から接近、オフィスハーバート、内からもこらえている。耐えきれるか。あ、しかし抜け出した。勝ちました、天のジュピター。どうやらサンフォードベイビー3着にオフィスハーバート、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。天のジュピター、まさしく日本が世界に誇れる馬です。1番2連勝となります。ようやく本格化っていうとこですね。クイーンカップ、天のイナバウアー登場。イナバウアー4番人気か。オディールなども出てきます。1番人気は天馬ミッション。さあ、イナバウアーどうする。差しで行ってみましょう。ダイジェスト、東京 G3 デリー杯クイーンカップ3歳芝 1600m です。
4コーナーをカーブして、さあこれからです。ウィンドセントラル先頭、外から天の井ナバウアー、ってきた先頭変わって天の井ナバウアー、差を広げにかかります。オディール懸命に追いすがります。オディールもしぶといが、でも完全に抜け出しましたね。さらに引き離して9勝初制覇か。オディール天の井ナバウアー1着、天の井ナバウアー完勝、2着はオディール、見事に勝ちました。天の井ナバウアー天馬ミッション敗れました。ようやく3着争いといったところでしょうか。はい、ということで長くいい足を使いましたね。天の井ナバウアー直線差し切って重賞初勝利となります。そして落葉ステークス、クラブは凱旋愛知博が一番人気、グリグリです。お、チョウさんがいますね。かわいそうなチョウさんね、ということで、あ、でも全然調査人気ないんだ。ダイジェスト、京都オープン特別落葉ステークス芝 1600m です。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。マイネルシーガル先頭、しかし後続との差が縮まってきました。外か、伸びてはきてるが、このまま踏ん張り切れるでしょうか。あと 200m、 2番手はダメだ、伸びないな。一気に調査、調査、調査、一着、調査勝ち上がった。マイネルシーガル三着に大鳥サドル、勝ったのは調査。これは波乱ですね、調査。凱旋愛知博は四着に敗れました。そして、共同通信杯、天の椿一番人気。天の椿も重賞制覇を目指します。 2.2 倍、グラスワンダースカレットブーケ、ダイジェストいきましょう。今日東京 G3 共同通信杯芝 1800m 天の椿3歳の重賞に出走です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。大隅スパーク先頭、どこだ、中割ってきた椿先頭、さあ先頭に立ったのは天の椿、リードは2馬身から3馬身、残り 200m を通過して後続を大きく引き離しました。2番手はスマイルジャック、強いぞ椿、この馬で決まりか。天の椿強い、強い天の椿、圧勝ゴールイン。2着はスマイルジャック、3着に名勝クオリア、天の椿見事1番人気に応えました。そして京都記念、天の iPod が一番人気となっております。2番人気天の小泉、両方とも G1 発祥すでに上げておりますので、 その中の楽中で、まあ、他の馬の邪魔をしないで一歩引いた戦いをするってことになりますね。さあクラブ大岡も出ております。どうしよう、まあこのままでいきましょう。ダイジェスト、京都 G2 京都記念芝 2200m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。天の iPod 先頭、 iPod 強いな。3馬身以上、さらに突き放します。
あと 200m、 これは完全にちぎれた。2着争いだな。天野小泉、とてつもない強さ。天野 iPod 今ゴール、段違いの強さです。2着は天野小泉、3着にウォッカ、これが G1 馬の実力だ。天野 iPod、 G1 重賞10連勝。ま、考えてみればまだ4歳なんですが、切り札の権利を得ました。学習能力をフェブラリー4頭古い出走、また海外も3頭出ますね。うち1頭アマノシャメールは G2 ですが、他は G1 となっております。フェブラリーステークス、煽り VTR。のちが一強。他も全部天野ですね。お、なんでしょう。お、ピアスモーさん。まあ。椿はこれまま桜花賞ですね。いいと思います。ちなみに椿には牝馬三冠ルートを歩ませる予定です。トライアルは出ません。賢さが低いな。パーが弱い。ああ、任せてくれないんだ。ん？この臆病な、春日の臆病ってなんか直す方法ってなかったっけ？勝負根性大。通し上げる。ありますね。ん？あ、大丈夫。フェイトはネモフィラ賞に出ます。いや、フロリダダービーですね。さあ、前の風は喉なりに悩まされております。重賞8000を目指してディープインパクト、弥生賞ディープインパクト記念に向かいます。うん、違う、これも違う。え、なんていう病気、喉なりだ。どうやって治すんだっけ。
次は大阪杯。次にあった要所か、どうだ、鍛えていきます。ブログは参照ですね。ちょっと調子落ちてきたな。勝って4勝目上げたんですが、まあ休ませるんだけど、やっぱ限定戦に出ないとな。1006以上。どうかな、ちょっと疲れてんな。休ませましょう。金車さは状態上げる必要がある。アーセウマ、調子上がった。ちょっと上がりすぎな感はある。フェブラリーですね。気持ちいい。まだ2勝。瞳閉じても出ますが、1勝しかしていません。勝負根性がないな。ああ、任せないとダメなのか。ちゃんって何勝だっけ。14勝だから切り札取ってますね。
最上位ハウル、セカチュウがこちらではトップですね。ガシセンリベンジクラブ馬が登場してきます。ネクスト、マクダイアー、マクダイアーミダス、どこで切るんだこれ、マクダイアーミダなのかマクダイアーミアなのか、ステークス G2 ですね。ガルフストリームパーク競馬場ということで、シャメル一番人気、しかしドクター D の110いってます。簡単に勝てるとは思わないでしょう。ダイジェスト、ガルフストリームパーク競馬場 G2 マクダイアーミダステークス芝2200m です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。伸びない、ショーイングアップ、さらに足を伸ばす。2番手はブルービーバチア、ショーイングアップ、この馬で決まりか、ショーイングアップ、強い強い、ショーイングアップ、圧勝ゴールイン。2着は微妙です。勝ったのはショーイングアップ、見事な勝利です。2着争いってとこですね。花さえの3着、さあ天の着歌、フューチュリティステークスに登場、一番人気。激戦ですね。着打113なんで。安心はできません。さあレース行ってみましょう。コーフィールド競馬場 G1 フューチュリティステークス、オーストラリア芝 1400m です。こちらオーストラリアのコーフィールド競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ストロークグリロ好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくストロークグリロ行きました。続いて前へ行くのはウィークエンドハスラー、さらにはバリークラウド、12番イブニングエンペリー、その後ろ先手を取ったのはウィークエンドハスラー、すぐ後ろにサンクラシーク、その後ろにカウントオンダークスパー、白の帽子アルキオーネバレー、その後ろその外にサビジハッシュ、並んで10番リスキーリッジ、内からはグリーシェハイネス、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。さあどうでしょう、ちょっと後ろすぎるような気がするが、ここストロークグリード、内からウィークエンドハスラー、先頭変わってウィークエンドハスラー、後続を引き離しにかかる、残り外ですね、白い馬、ここからどうか、ウィークエンドハスラー先頭、3馬身から4馬身のリード、ちょっと前が遠いか、後続を3着に3番手に上がってきたが、2番手は3着までした。ウィークエンドハスラー1着、ウィークエンドハスラー完勝、2着はサンクラシーク、3着に天の着歌、勝ったのはウィークエンドハスラー、見事な勝利です。着歌まだ伸びが足りませんでした。チッピングノートンステークス、アマノハウル一番人気、110台が多いですが、この馬だけ120超えてます。レース行きましょう。ロイヤルランドウィック競馬場 G1 チッピングノートンステークス、3歳以上
芝 1600m です。マイル戦で争われます。アマナハル、この G1 を取ることができますでしょうか。こちらオーストラリアのロイヤルランドウィック競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。カプスポンダー、これはいいスタート。ゴムのスタートと見ていいと思います。ダッシュよく飛び出してカプスポンダー鼻に立ちます。その後ろからはガブスレイサニー、この馬も上がっていく構えです。さらにはグローディクミニスター、5番サマレックスギニー、その後ろカプスポンダー先手を取りました。少し開いてデッサフローラ、中段や後ろへつけましたね。3番インターバルシャック、すぐ後ろにマスクストテヘラン、アマノハウル、いい位置です。緑の帽子イリリウムバータックス、その後ろ、ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭はまだ栗色の馬体カプスポンダー、2番手はグローディクミニスター、ガブスレイサニー、3番手アマノハウル、この位置から届くのか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はカプスポンダー、グローディクミニスター続いています。最終コーナーをさあハウルはどこにいるんだ。上がっては来ているが先頭、しかしその差はわずか、外ですね。ガブスレイサニー手応えは悪く、末足がどうなる、捉えられるか。あと 200m、 アマノハウル一気に抜け出した。2番手はコートサミング、勝ちました。強い強いアマノハウル、圧勝ゴールイン。2着はコートサミング、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。アマノハウル、まさしく日本が世界に誇る馬です。そして調教用ダイナ、ダイヤモンドステークス凱旋リベンジ、浅草キングスが1番人気、2番人気を占めております。ではダイジェストです。東京 G3 ダイヤモンドステークス芝 3400m の長丁場です。4コーナーカーブから直線コースに向きました。ドリームパスポート、先頭2馬身から3馬身引き離す北斗スルタン、手応えは悪くありません。前を捉えられるか。あと 200m、 凱旋リベンジ先頭だ。2番手は浅草キングス、この足色はどうか。サンライズマックス、脇畑サイボーグ1着、2着にはどうやらサンライズマックス、見事に勝ちました。脇畑サイボーグ、凱旋リベンジ敗れました。ようやく3着争いといったところでしょうか。世界が激しいレースになりましたね。牧畑サイボーグが勝利。京都牝馬ステークス凱旋セネカ5番人気、厳しいと思います。ダイジェストいきましょう。4コーナーをカーブして、さあこれからです。マイネートラスト先頭、1馬身から2馬身のリード、ルミナスハーバー、足色は十分。前に迫れるか。ルミナスハーバーだ。残り 200m、 ルミナスハーバー抜けた。2番手はマイネートラスト、ルミナスハーバー、ルミナスハーバー1着、2着はマイネートラスト、3着にローブデコルテ、ルミナスハーバー見事1番人気に応えました。カモン教ステークス凱旋カリビアンダイジェストですね。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。メジロヒロイン先頭、2馬身から3馬身引き離す、
一気にエンマチーフ、メジロヒロイン、先頭メジロヒロイン、メジロヒロイン、1着2着はエンマチーフ、勝ったのはメジロヒロイン、ジャガーメイル敗れました。ようやく3着争いといったところでしょうか。冷やしステークス3頭出しです。天野エレループが3番人気、カタナールヒ4番人気、天野キャンキャンは7番人気とちょっと人気がない。八郎ドライブですね、サクセスブロッケン、エナジーアイブルが1番人気か。さあ3頭とも戦法が選べますが、前に行く馬ばっかりだな。うん、こうするか。東京だしな。ダイジェスト行きましょう。東京3歳オープン特別ヒアシンスステークスダート 1600m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。サクセスブロッケン先頭、内から天野エネループ、エナジーエイブル、まだ後ろ、あ、いいですね、上がってきた。サクセスブロッケン先頭、残り 200m を通過して、サクセスブロッケン意地を見せる。2番手は肩の春日、一気に足を伸ばす。肩の春日かわす、春日ですね。肩の春日1着2着は天野エネループ、見事に勝ちました。肩の春日、エナジーエイブル完敗です。着外に沈みました。サシーがこうそうしたかも。あー、のどなりだ。キャンキャンはフューラリステックスです。1番人気か4番人気までを占めております。そう、1番人気は天の世界中となっております。2番人気が天の気持ち、20丸はこの2人で独占している感じですね。さあ戦法を変えられます。2番人気以下は気持ちいいが差しかな。これでいってみましょう。レースです。さあ東京競馬場冬のダート祭典はフェブラリーステークスダート 1600m です。 G1 です。冬のダートが決まるとともに、ドバイワールドカップへの向けてのステップとなります。まだ寒さの残る東京競馬場、今年もトップホースたちがダート日本一の座を目指して出走してきました。 G1 フェブラリーステークス、まもなく発走です。さあ最後は大外枠のサンライズバッカス、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。ポンと飛び出したのは天の世界中バンブーエール、この馬も好スタートを切りました。ダッシュをつけて天の世界中行きました。ブルーコンコルド、これに続きます。天の勝ちタイニア先手を取りました。バンブーエール、それに続いています。その外にシーチャリオット、内からはトリオーソ、ナンザローテ、すぐ後ろ天の瞳閉じて、そのうちに続いています。その隣にシャーベットトーン、その横にドンクール、緑の帽子バーミリアン、その後ろすぐ隣にサンライズバッカス、天の気持ちいい、それに続きます。並んで古豪ワイルドワンダー、モンベール、この馬もこのグループ、しんがりからブレイブロータス、各馬砂煙を上げてかけていきます。オーケー機を通過していきます。この辺りで先頭が変わりました。バンブーエール、ここで先頭が入れ替わりました。天の勝ちタイニア、バンブーエール2番手に控えました。なんか外から先頭、外から勢いよく強力な
セカチューだ。しかしさらに来ているぞ。あ、でも差つまらないな。気持ちいいわ。先頭だ。天の瀬か中。天の瀬か中。一着、二着は天の気持ちいい。三着に天の勝ちタイヤ。これが世界の実力だ。天の瀬か中。瀬か中が勝ちました。ウィニングランです。4人、4着までを締めましたね。さあ、サウジカップです。金引きり。この週までやりますかね。国内は阪急杯、天の想定内が登場ですが。フェイトも楽しみですね、2戦目。お、クラシック予想です。お、ゲド戦記か。注目してもらいました。ゲド戦記はね、朝日杯フューチュリティステークス取ってますからね。シーキングザゴールド、シアマゾン。ジョッキーがマイレース変わってる。マチカネスアロー。距離に不安がない。1900-2800です。まあ菊花賞これで、ね、乗り切れるのかって弱点はありますが、次はニュージーランドトロフィー、ちょっと距離短くない？ 2000m 以上レースにどんどん使っていかないといけないですね。そういう早熟ですからね、どこまで持つのか。たまちゃんがシャメール、3着か。あー、さあ今週金引きりでもキザコマンドがないんですよね。強いのは分かるんだけど、ちょっと失敗したな。キンシャサの奇跡はここに出てきます。良くないよね。人々としては疲れがちょっと心配。ジュピターゴールドカップを取って、これ G1 4勝となりました。
視聴差が低いな。なんだこの疲れ方。あ、でもマセカチュー勝つことはできましたからね。ちょっと感覚を上げたいですね。地方を取ってるレースはないから、これ金札確定ではあります。まずローテから。和田騎手もう感想言ってるのか。iPod は、うん、iPod リーチですね。ヒンバオスマか。まあここは確率に勝つでしょう。距離は1400だから出れますね。さあ、でもそのまま金庫賞でいいのか。もっといいレース出れるんじゃないの。 G1 積み重ねられるんじゃないの。ここ出しましょうよ。うわー、疲れが。春どうする。さすがにちょっと間隔空けないと、あの疲れがたまったままになってしまいます。
16-2002。クリュー出ていいんじゃないかな。セカチュー注目されてますね。ゲド戦記まだ1勝勝ったばっかりですが、朝日杯フューチュリティステークスを勝つことで注目されるようになりました。首位互角か。カーリンが、カーリン強いよね。カレンちゃん、さあレース行きましょう。サージカップ金引きに登場、一番人気133、レーティングでは抜けてますね。相手になるのはやっぱりカーリンだと思われます。さあ世界最高賞金のレース、サージカップキングアブ、キングアブドゥルアジール競馬場 G1 サージカップダート 1800m です。ここサウジアラビアのキングアブドゥルアジーズ競馬場に世界中のダートの猛者たちが集結しました。世界最高の賞金額を誇るまさにドリームレース、サウジカップいよいよ発走です。
スタートしました。キューピッドスパイラル、ちょっとタイミングが合いません。さあ花を奪うのはどの馬でしょうか。アルーリングブロンド前に行きそうです。ストライキングアラバ、それに続いています。キューピッドスパイラル、後方からの競馬、前に戻りましょう。プレミアムタップ先手を取りました。すぐ後ろにアルーリングブロンド、その隣にストライキングアラバ、内からはアインシュタイン、その外からジレットインソレンス、アルーリングシエラ、そのうちに続いています。黄色の帽子金引きり、いい位置につけました。並んで G1 馬シングタップ、これに続いてバータースピリッツ、内からはダークトリストラム。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。カーリン上がっていきました。キューピッドスパイラル、それに続いています。キャロットゴシップ、すぐ後ろしんがりからインパーフェクトウエスト、各馬砂煙を上げてかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。11番さあ、いよいよ勝負どころ。あ、オーソドークすごい上がり方している。長い直線、ここからどうか。あ、なんかカーリンがついていってるぞ。先頭は金引きり、残り 200m、 どうだ、振り切れるか。襲いかかってきた。金引きり、振り切った。金引きり先頭だ。金引きり勝ちました。1着2着はカーリン、3着にプレミアムタップ、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。金引きり、まさしく日本が世界に誇れる馬です。一番5連勝か。いや、これはなかなか名勝負でしたね。完全に抜け出したと思ったカーリンが内から来てましたからね。さあ、ネモフィラ賞カタノフェイト、2勝目を狙います。2番人気、1番人気はカタニラピック、京都シティか。ダイジェスト、小倉1勝クラスネモフィラ賞、ダート 1700m です。短い直線に入って後続は届くかどうか。抜き出せる。カタリナピック先頭、内からカタノフェイト、最後の追い比べ先頭はカタノフェイト。カタノフェイト抜き出しました。カタリナピックカタノフェイト勝ちました。2着はカタリナピック、見事に勝ちました。カタノフェイト2勝目を挙げました。なかなかしぶとい競馬を見せてくれますね。阪急杯です。天の想定内1番人気、伊坂さんの置いて全部20丸独占。セキヤンのしんすけくん出てきます。ダイジェスト、阪神 G3 阪急杯芝 1400m です。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。ジョリーダンス先頭、残り 200m を通過して、ようやく中割ってきたが、ちょっと前が遠いぞ。必死に追う、後方から一気に天の想定いない。ジョリーダンス遠かない。2着は天の想定いない。3着にマイネルスケルツィ、まずは前哨戦を制しました。ジョリーダンス、ここは負けられません。本番の走りが今から期待できます。キザーレベル上がりましたが、
お。金引きって何勝だっけ？ 15 勝か。まあ、あんたですね。別にいいでしょう。ん？なんて？今なんて言った？ギュイーン。ちょっと あれなんだ俺、なんか UI が変わった。アンタイステークス行くんだ。でもまあこうなるとドバイワールドカップも狙わないといけません。アンタレスはカット、カットですね。あれ？あ、なんかいろいろ被ってますね。まず安藤さんの瞳閉じてを、立てる。で、シャメール大阪杯ですが、これもともと横乗りか。横乗り乗ってくれないんだったっけ。いや乗ってくれますが、出勤者差が横乗りですが、これ武豊に任せてみましょう。なるほど。気持ちいいも出るのか。気持ちいいはでも、やめといた方がいいと思います。1000人の1400か。これ、出してみましょう。トマちゃん14勝だからこれで大丈夫。ん？まだ？いやーでも、まあそうだよな。
まずフェイトですね、ネモフィア賞勝ちましたが、ダート馬なんで、あ、芝もいけるのか。だから桜花賞を出しても大丈夫じゃないかという。話ですが、でもこれなら毎日を健康度は高いからな。そして想定内が阪急杯2着、大阪杯はちょっと厳しいと思う。なぜ勝負弱いもんな。ダービー今日は2着2頭出てんのか。スタートは走れないんで、あ、ダメだ、距離がな、微妙に長い。ダートか、ここ行きましょう。で、金引きがここに出る。フェイトは一回休ませる。バーミリアンか。次にあった最上位。千の風がいますが、稲葉はですね、稲葉はすでに重賞を取っております。はい、ということで、今回は結構長いレース出ることができたんじゃないかなと思います。ちょうど6周分、行いましたね。6周分じゃないか、7周分か、3月を1周までなんで、1月を3週から、
まあ、冬競馬ならでは の, あのサクサクテンポの良さっていうところだと思います。次回は3月の2週からということで、2週から5週で4月を1週ぐらいまでかな。ってことは出産も多分見れるんじゃないかなと思います。ぜひ、次回もお楽しみに。ツイッチで今回配信を行いました。ツイッチのアカウントフォロー、チャットコメント、ぜひお願いします。マイツイッチアカウントフォロー&チャットコメントプリーズ。このライブ配信はアーカイブを2日後3日の21時に YouTube にアップロード予定です。そう、 YouTube チャンネルは Twitch のチャット欄のにアドレス掲載しております。こちらの YouTube のチャンネルをぜひ遊びに来てください。チャンネル登録高評価もぜひお願いします。 This Live アーカイブアップロード2 days after my YouTube チャンネル、 YouTube my チャンネル subscribed and movie good button please。 はい、旧 Twitter である X のアドレスも Twitch のチャット欄に記載してます。ぜひこちらも遊びに来てください。アカウントのフォロー、リツイート、ツイートへのいいねボタンもぜひお願いします。ツイッター X、マイアカウントビジット、アカウントフォロー&リツイート、グッドボタンプリーズ。ウィニングポスト9 2021、ライブライブタイムということで、ウィニングポスト9 2021ライブ配信お届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。